でした。5月16日アップデート情報、よいしょ。はい、どうも、サボでございます。どうも、カリです。レッシャーのゴリさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ゴリさん、はい、ツイッターでやっぱり案の定盛り上がってますね。温泉が、温泉ね、一人大きくするやつやっぱ流行ってます。あれいいですね。はい、でなんですけど、明日の5月16日のアップデートなのですが、複数のコンテンツが同時にアップデートされると聞いているんですけれども。はい、そうなんですよ。今回、いろんなコンテンツが同時に公開されますので、はい、魔王候補者の皆さんに楽しんでいただけるよう、今回かなり頑張ってみました。はい、ぜひ楽しみにしてください。これから、お伝えする情報なんですけれども、現在開発中であったり調整中な内容になるので、アップデート時には、変更される可能性があるので、いつも通り注意してください。まず、先月から予告されていましたが、リバースラブリンスの、更新についてですね。はい、そうですね。まず契約者コスチュームがいろいろと追加されていきます。はい、今出てると思うんですけど、はい、今日こんないろいろとね、めちゃくちゃ可愛いと、かっこよかったりと、いいですね。まあ、あえて誰のとは言わないみたいな感じでいきましょうか。はい、どれも見逃せないと言いますか。はい、もう分かっちゃうと思うけどね。はい、まあ、これはもう好みがありますから、はい、もう好きなコスチュームを獲得できるようにぜひ、ね、プレイしてもらえるといいかなと思います。はい、そして契約コスチュームになんと事前情報にありました、はい、目玉のありますね。はい、シルエットでお届けしてましたけども、はい、はい、そうですね。巷では噂されてたんですけど、どうですか。あ、僕ですか。あ、急なそう、急な振り。あ、これシルエットですか。はい、はい、誰の。はい、ということで、時間切れでございます。はい、ゴリさん、はい、こちら、先駆けて、紹介いただけますでしょうか。はい、実はこちらのコスチュームはなんと、はい、このキャラです。はい、知ってましたね、僕らはね。素晴らしい。僕ね、めちゃくちゃ可愛いんです。ボタンめっちゃ好きで、本当に大好きなんですよ、ボタン。あ、そうなんですか。はい、ボタンが、やっぱまあ、この、こういうところですよね、はいはいはい、こういうところ、はい。そこがすごくね、可愛いと。はい、で今回、契約者コスチュームがなんと、はい、そこ逆で、逆パターンのデザインで来てるので、このちっちゃいのもすごい可愛いですね。はい、いいですね、ちっちゃいの。この機会に、はいはい、ぜひ獲得できるようにぜひ皆さんプレイしていただければと思います。はい、なんか気づきませんか。コスチューム出るってことは、はい、ボタンちゃんが来るってことですか。そう、チャイルドとして。そうなんです。リバースラビリンスの目玉コスチュームも変わり、はい、さらになんと同時にこの、チャイルドとしてボタンも、はい、獲得できるようになります。まあ、でしょうねってなかったらよくわかんないですけど。確かに、はいはい、というわけで、こちらのボタンの、スキル等を先行で見ていきましょう。はい、はい、今スキル出てると思うんですけど、まずノーマルスキルに注目していただきたいんですが、スキル防御系デバフを確率で解除とありますね。スキル防御系デバフとは何ですか。スキル防御系デバフとは、はい、スキルダメージ防御ダウンデバフみたいな、まあ、そういう感じのスキル、に関係する防御ですよね。そちらに関わる内容となっています。まあ、テロップがちゃんと出てると思います。はい、まあ、これらの、スキル防御系デバフを確率で解除するってことですね。はい、そうです。うん、かなり便利そうですね。はい、続きましてスライドスキルを見てほしいんですが、味方2体に最大 HP のアップと、時間系デバフの味方優先で確率で時間歪曲と、うん、アンダーグラウンド限定で味方2体の攻撃力のアップです。うん、はい、そうなんです。今回のスキルの効果いろいろありますけども、はい、うん、5月16日久々にアンダーグラウンド極みが来ますので、このスキルは結構使えますね。はい、そしてゴリさん、はい、また見慣れないスキルが、ね、質問がまた出てくるんですけど、はい、時間歪曲、はい、時間歪曲、はい、その新スキル、はい、時間歪曲なんですけども、はい、敵から受けた時間系デバフを全て削除しまして、はい、なんとスキルチャージ速度をアップしてくれるという。なるほど、なるほど。時間系デバフについても、はい、お願いしていいですか。はい、時間系デバフなんですけども、はい、スキルチャージ速度ダウンといった、はい、まあ、速度に関するデバフのことになります。はいはい、なるほど。つまり、スピードダウンした味方がそれが逆に加速するみたいなイメージですか。そうですね、スピードダウンしてた映像キャラクターのそのダウンの効果がなくなって、うん、速度アップ。ありがたいですね、めちゃめちゃ結構便利だと思うんですよね。はい、例えばデビルランブルとかで
特にあのファンとかその速度をダウンしてくるようなそういう相手がいた時には非常に使えるかなと思います。時間対決みたいになる、ね、はい、そうですね、ファンと戦うと、はい、お互い時間を操作しまくるみたいな、かっこよすぎる、かっこいいですね。はい、続きましてドライブスキル見てほしいんですけど、んこれは味方一人に凶暴化を付与しつつ貴族性の味方を優先して、3体にスキルチャージ量のアップですね、うん、なるほど、これ結構いろいろ攻守いろいろできますね、攻防一体、攻防一体ですね、これ本当にあの強力で、あの例えばあのラグナブレイクとかにも連れていけるのではと考えてますね、はい、そうですね、まあ、今回あのアンダーグラウンド極みが開催されますので、はい、まあ、そこでももちろん使えると思うんですけども、はい、他のボスでも活躍できる、ね、可能性は秘めてるかなと思います、はい、最大 HP アップもありますしね、はい、素晴らしいです、いいですね、これ楽しみなチャイルですね、はい、コスチュームもめちゃくちゃ可愛いので、はい、頑張って手に入れたいですね、コスチューム手に入れましょう、はい、はい、それでこのボタンにスポットライトを当てた、なんとナラティブダンジョンも同時に開催されます、はい、なるほど、ナラティブダンジョンも開催されるんですね、はい、そうなんです。であの前回、はい、予言者ダナのナラティブダンジョンであの各種、リニューアルを行いましたけども、はいはい、いろいろと皆様にあのご意見いただきましたので、はい、より遊びやすいように調整いたしました。やったぜ、ありがとうございます、はい、素晴らしい、はい、今回なんですけども、リバースラボの主人公である、まあ、錬金術師の、ボタンのナラティブダンジョンですね、はい、こちらのタイトルは、リバースラボヒストリアとなっております。リバースラボをラボしてますね、はい、はい、リバースラボヒストリアですね、はい、まあ、ストーリーに関してはぜひそのアップデートの中で、はい、あの、はい、後にあの皆さんプレイしてあの確認していただければと思うんですけども、はい、あのいくつかあのこだった調整点を、はい、調整点ご紹介したいと思います。気になりますね。はい、主なあの、調整された部分なんですけども、まずあのステージをクリアした時にですね、はい、経験値を獲得できます。来ました。ありがとうございます。はい、はい、これはね、はい、あの地味に嬉しいですね。そうですね、はい、で他に、ですね、はい、あの大きな、変更としまして、うん、はい、ナラティブコレクションの完了報酬の獲得条件を変えてみました。完了報酬の獲得条件変更、はい、これはあの説明ありますよね、ちゃんと。そうですね、はい、今の説明では何を言ってるのかっていうところだと思うんですけども、まあ、まずはステージクリアで経験値付与あるんで、はい、まあ、そうですね、レベル上げになります、はい、レベル上げになってステージ周回しやすくなりました、はい、そうですね、感じですね、はい、で、問題のナラティブコレクション完了報酬の獲得条件変更のところですね、はい、はい、でこちらあの画面を見ていただくと左上がレアってなってると思うんですけども、はいはい、そうですね、レアってなってます。今までは、この9つのスロットを全部獲得したら次に進めるっていうルールでした、はいはい、うん、次行きましょうです、ね、はい、で今回からは左上のこのレアを獲得できたら、あ、なるほど、もうあの全部獲得しなくてもいいから、はい、次に進めるというルールに変わります、うん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 、ちょっとガチャらしさですね、ガチャらしさとしてのなんか楽しみが生まれました、ね、そうですね、そうですね、ですのであの、まあ、全部取る必要もなくなって、はい、あの、まあ、すごいラッキーな人であれば、はい、もう最初にポンって、次に行けることもあるかもしれません。いいですね、なるほど、はい、あのいろいろ魔王候補者の皆さんからいろんな意見をいただきまして、はい、あのまあ、検討に検討を重ねてきて、ね、はい、こちらでぜひ楽しんでもらえればと思っております。はい、ということでさらに遊びやすくなったナラティブダンジョンを楽しみに待っててください、はい、というわけで本日の先行情報内容は以上になります。いやー、あのリバースラミスの更新でしょ、うん、はい、ナラティブダンジョンの開催、はい、アンダーグラウンド極みの開催、はい、そしてボタンちゃんで、ボタンちゃんかわいいです、はい、その追加ですね、はいはい、ありがたい、なかなか盛りだくさんと、はい、いうところになって、なかなか盛りだくさんって僕らいつも言ってる気がして、なんか、はい、盛りだくさんがちょっと安く聞こえるかもしれないですけど、いつも盛りだくさんって言っちゃってます、ね、あ、今回あのボタンが特に可愛いので、はい、ぜひ皆さん、はい、はい、こちら注目してください、はい、コスチュームもね、皆さん頑張って取りに行きましょう、はい、こちらのアップデートが5月16日になってます、はいはい、それでは今回の特番は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。